こんにちは、ブリオです。今日は牡蠣の開け方をやりたいと思います。まず氷も用意するんですけども、フードプロセッサーに氷を入れてもらって回すだけですね。こんな感じでできます。すごい、これが牡蠣です。うわー、すごい、岩牡蠣でかい。この牡蠣をまず洗いますね。いや、もう岩牡蠣っていうだけあって、もうすごい、これ私の顔は別に小さくはないんですけど、すごくないですかこれ。すごっ。これ絶対に怪我するんで手袋をしてください。で、手袋をしてもらって、そしてこういった牡蠣を開けるナイフ、もしなければこれちょっと曲がっちゃったんですけど、なければ、普通のナイフでねやってみてください。で、普通の岩牡蠣も普通の牡蠣も一緒なんですけども、この膨らんでいるところを下にしてもらって、で、この辺にですね貝柱があるので、ここからナイフを入れていくことになります。これが大変すぎて、で、上にくっついてるところ、これを剥がします。貝柱がくっついてるんで、ここを剥がしてもらって、そしたらこの牡蠣を洗います。で、ここがくっついてるので、ここだけ剥がしてもらって、